あれ？あ、よしよし。おはようございます。ああ、今日は音声の方大丈夫ですかね？昨日の夜、ウェブカムの方の音声になってたんで。大丈夫ですかね？おはようございます。さて、じゃあ、宿の様子とかを配信しときましょうか。昨日の夜、思いっきり寝てしまいまして。何時から寝たんだったかな。ジェットさんと。何時までっていうか何時から寝たのかがかなり早く寝ましたね。9時前とかですよね。9時前から9時間ぐらい寝てたんですかね、トータル。すごい寝ました。今こちらは結構肌寒いです。そんなになんか標高高い意識はなかったんですけどね。そう、ここ広いです。で、あ、よく見たら橋で、欄干というか、あれが折れてるな。まあ、もたれかかったりしないけど。おはようございます。ああ、今日の橋をって、そもそもどこに行くかを寝てしまったんで、まだ決めてないんですよね。そう、ここはですね、昨日この宿のご主人と夕食の時に話をして、いろいろと 経緯を細かく聞かせてもらったんですよね。なぜこの家の前の庭が広いかっていうと、この家の前にあそこ、ここの村のメイン道路があるんですけど、あれができた時に、ここ、あ、なかなかいいですよ、ここ。夕食もすごかったです。もともとこれ田んぼで、田んぼの一部が道路になって、で、もう庭になったらしいんですけどね。サムネ写真どうしようかな。あ、そうだ、あと山の様子は見えるかな、こっから。まあまあかな。あそこも逆方向か、これは。天気いいですね、今日は。それにしてもここ全くクーラーいらずです。そんなに標高高いんだっけ。線上ですね。はい、線上どうでしたよ。あ、ここ標高1000ですか。そう、のどかでございます。ちょっと外に出ますかね、一旦。あ、昨日の夜歓迎してくれたワンちゃんがあそこにいる。昨日ここのご主人の弟さんが八王子から帰省してきてたんですけど、その時もあのワンちゃん吠えてたな。家の人でも。東京もこれぐらい。暑くはなるんじゃないですかね、やっぱ昼は。朝風呂配信。朝風呂はどうなんだろうな。ブランコ？ん？ブランコあった。あ、ありますね。多分これガソリンスタンド持ってるんですね。蔵とか入れ組んでるから、ああ、この辺は全部感じなんですこの宿の一家の人の所有というか。ちょっとじゃあ一旦外出ましょうかね。宿の人には何も言ってないんで、こっそりと。この辺りもいいよな。結構他にいなかったです。その旅館です。いろりがある部屋もあるんですよ。私たちが泊まったのはもっと広いところをあてがわれたんですけどね。ほらこの感じ、ほらこの感じ。昨日夕食はこれの奥の方で撮ったんですよ。広いでしょう。しかもこの襖とか全部取っ払われて、朝ごはんは後でここで、ここでって暗くてよく見えないかな。ここでいただく予定です。7時半から。お、おはようございます。じゃあ外出てみるか。ちょっとスリッパお借りして。あ、おはようございます。ちょっと朝散歩してきます。ちょっと外見てきます。あ、どうぞどうえ、ぞ、ぐるっ行ってと。らっしゃい。まだそのままで。じゃそこ鍵開けてもあ、らって。よいしおょ。天気でよかったね。そうですね。朝涼しいですね、やっぱり。そう、涼しい朝というか晩は寒い嘘のようだよね。ですね。ちょっと見てきます。よいしょ。いいなあ。3人。いや、野沢さんは昨日、自走で帰られました。往復240キロだか50キロだか。
そう、今おかみさん、おかみさんがですね、なんか一世帯だけじゃないみたいで、あ、この右の方があの家の人が、家の人というか、ああそこ、あそこカラオケコーナーだった、そういえば。実はこの中に木の自転車を置かせてもらってるんですよ。別にこれ自転車じゃなくて人間が寝てもいいぐらいのところ。そう、カラオケがほらこの通り、映ってるかな。これ今あの片してもらって自転車をあの置かさせてもらってます。もったいない、もったいないぐらいですね。なく、そう、まあこれいつやってるのかわからないんですけど ね、 ね、うん、そんな感じですね。なんでここに、あ、おはようございます。ここはですね、昨日、方角的には向こうになるかな、向こうって皆さんにさせてもわからないですけど、あの道路の向か、道路から向かって左側の方に峠があって、ぶどう峠っていう、昔どうなんですかね、今もやってないのかな。あ、そういえば昨日芋干してあったな。ぶどう峠っていう峠から下ってきた先がここの北駅村で、この北駅村と近くの南駅村で合わせてあの宿を探したんですけどね、ここは北駅村で唯一あの情報が出てた、あ、あそこ誰かいる、唯一情報が出ていたあの宿です。あ、映ったかな、今 Z さんがそこに立ってるんですけどね。危ない危ない。東南の、そうですね、鯉もいる。おお、寄ってくる寄ってくる寄ってくる。おお、綺麗ですね。鯉というかあのヒブナみたいなやつが多いかな。おいくら、1泊2食で7500円です。おはようございます。あ、宿の人っていう認識があったらもう完全に吠えないんだな。うん、ワンワン吠えるというか、なんか寂しそうな吠え方するんですよね。うん、ここは旅館ですね。一応旅館愛基礎って書いてあります。宿の面構えはこう。で、右端がさっきのカラオケのとこで、家の人はどこに住んでるのかな。お手伝いさん、さすがにちょっとそこまで近寄るのは、今昨日吠えられた経緯があるんで少しためらわれた。で、この村のメイン道路、このメイン道路ができるにあたってもいろいろ経緯を細かく聞かせてもらったんですけどね。おお。あと道路作るのも揉めたんじゃなくて、いろいろですね、ちょっと南側の方にも道があって、レオン君、あ、レオン君って書いてありましたね。そうそう、そういう思い出した、宿のホームページに書いてあった。ん、お手手ジェスやって、あー、なるほど、ちょっと見てみるかな、後でもう一度。あ、おはようございます。あー、すがすがしい。でも昼は多分暑いと思うんですけどね。で、今日向こう側に下っていって、ちょっとぐにゃぐにゃ曲がって抜け出ると、そっちに香味線があります。確か今ここに今出してます、出して出てますよね。昼確かに熱気すごそう。昼はまあちゃんとそれなりに暑いと思います。で、この辺りは、確か菓子店とか何もなかったかな。あ、一応あそこに書いてあるけど、酒屋さんかな、あれば。あ、そうだと郵便局があるんだ。スーパーというか、スーパーこの村の中にあったかな。なんかでもあることありますよね。あ、そうか、神社が近くにあったんだ。うん、村役は結構近くです。近いって言っても歩いたら少しかかるかな。
あそこは柳屋商店さんで、あれだ、高原野菜とか、高原野菜とか延山でも見たあの野菜運び専用車。我々、お前は何野菜だ、何野菜だ、何野菜って何ネタだ。そう、あれ延山で見ましたね。あの裏にあのでっかい後ろ の, あのボックスの中に、あのなんていうのかな、あれってなんていうんだろう、樹脂製 の, あの箱が、あの積んである、詰め込んである。ここは、あ、日が当たると暖かいな。もうすぐ暑くなるんだろうけど、コンテナちょっとあれが目についたもんで。天狗がいる。あと電話6番ってどういうこと。なんだ、ちょっとあのあそこに天狗が目立ってたんで、鼻の影が長く伸びてますよね。お酒も売ってるのかな。近距離だとあの運び方が合理的なのかな。近距離どうなんですかね。柳屋商店、柳屋商店さんもやってないんだ。こういうとこで商店がなくなる、商店がなくなるっていうのは結構影響大きいんじゃないかな。なくなっちゃってますね。花野さん、花野さんネタまだ引っ張られてますね。閉店ガラガラ。あ、猫だ。おはよう、俺のロボタン。おはようございます。あなたのじゃないか。逃げるかな、逃げるかな。父さんどうなんでしょうね。あと継ぐ人がいなくてみたいな話もあるんじゃないかな。うん。あ、逃げる逃げる。買い物、自販機ぐらいですか。お、あ、逃げる逃げる逃げる。逃げたなぁ。お、こっち見てる。尻尾見えた。あ、そう見えました。思いっきり逃げられました。こんなに殺意を消して喋ってるのに。遠くの、あ、まとめが、そうですね。これは何て書いてあるんだ？あ、これは、ん？諏訪かな？諏訪大明神かな？諏訪の巣の字が見えるんだけど、その下の字がよく見えない。今日はお仲間は、あ、Z さんがさっき、Z さん歩いてきてないかな？野沢菜さんは、自走で帰られて、往復240キロ、50キロだって言ってました。あ、やっぱ諏訪神社で会ってる。あ、おはようございます。そう、早朝散歩です。夜の山、まあ山というかですね、小海線、昨日ここから小海線に出て、で、上田市通って長野市の方に帰られたはずですよ。実はどうだろうな。今日の予定まだ決めてないんですよね。麦草峠か、近くの孫越峠で、歩いてます。川上村に出るか、あとは何だっけな、あとまた群馬県の方に後戻りする別の峠に登るか。うわぁ、綺麗。今日そうですね、どこは電波あったかな、少しだけできるかも。この時間は涼しい。夜宿配信しなかったの。夜宿寝てしまってました、完全に。綺麗ですね。で、ここはなんかあの、社がいっぱいありますね。1、2、3、4、5。5のこれはなんか神楽舞台みたいなもんかな。違うか。あ、おはようございます。朝食は7時半からお願いしてます。人生と神事、長野県神社町、神社町？
あと50分ぐらいですかね。あ、これまた昼寝に良さそうなところだな。うちの近所の集落ごとにも、うん、大体階段の上に神社ある感じ。あ、階段の上に。涼しいです。ちょっと肌寒いぐらいです。今日に当たって少し歩いてちょうど良くなってきたぐらいかな。白蛇。白蛇ってのは結構あの神社の、なんていうのかな。神社庁、神社管理している団体、うん。あ、団体なんですね。なんか神社庁っていうと本当にせ、公式の組織というか、防衛庁とかなんかそういう。諏訪大社、諏訪はどうなんですかね。何祀ってるんですかね。諏訪神社とか熊野神社とか全国にすごく多いですよね。あとは、ん？出雲だけで組織じゃなかったかな。あ、出雲。あと、有名なところがどこだっけな。熊野、諏訪、で、出雲があって、あれどこだっけ？関西の方の。伊勢。あ、そっか、お伊勢さんもあるか。言いたいことは政府機関ってことですか？うん、政府機関、そうですね、そうですね。あ。ちゃんとハウツーが書いてある。背中が平らになるまで深々と二度頭を下げる。背中が平らになるまで背筋伸ばさないとダメなんじゃないかな。まあでも二拍手いっぱいなんですね。まあ私は神頼みはしないので昔からこういうのは してない人間ですけども。二杯二拍手いっぱいの前後に、ただいまからお参りさせていただきます。では失礼させていただきますという意味の会釈を加えると一層丁寧になります。ピンとして、自転車は前のよりも楽に、違和感があまりなくなってきたって感じですかね。特に支障はないけど、良くなったかどうかって言われるとよくわかんないっていう。あ、そうだ、ちょっとせっかくカメラ持ってきたから写真も撮っとこう。アクロ走行は制限されるね。いや、あんま変わらないですよ。タイヤ的に言うと、前のマウンテンバイクでちょっと細めのタイヤ履かしてた時があって 1.25 インチっていう、それよりはわずかに太いんですよ。だから昨日ちょっと砂利道あったんですけど全く問題なかったです。あの峠で一部道路が剥がされて再舗装中だったんですけどね。神々しいな。カブトムシいない？カブトムシ、ああ、いるんじゃないかな。カブトムシとかクワガタとか。今朝は二度寝なしですか？二度寝、1時半に目覚まして、そこからまた6時まで寝てましたね。うん、1.25 は結構細表ですよね。さすがに 1.25 だと若干、砂利が深いダートだと、足と、ハンドル取られる感じなんですけど。30日、そう、30日です。30日の方が、単純計算だと微妙に太いですよね。ただあれって、数字だけじゃどうも違うような気がするんだよな。数字だけじゃなくて、タイヤがどんだけ膨らむかみたいなところも、関係しそうな気がするんですけどね。階段相変わらず苦手だ。昨日宿の中のあの階段で一番最後の段で踏み外してガタンと足ついてしまって、夜は肌寒い、滑りましたかって宿の人に心配されましたね。エアボリューム、そう、エアボリュームによっても違いますよね。宿で定規当てて測ると割と正確。あ、そうなんですか。あ、日があったかい。なんか皆さんにこの清々しさを分けてやりたいくらいですね。分けて差し上げたいくらいですね。ん？痛い。顔の造形はもう残ってないな。
本当にここはそのコンビニ的なものがないんで、生活するのはそれなりに不便なところはあるんですよね。太陽、太陽、ん？なぜなぜ？ああ、涼しいな。ここいいですよね。まあ何があるってわけではないんですけどね。あと村の中のあの長者の森っていうところが、あのキャンプ場とか、キャンプ場とかね、バーベキューのところがものすごい人気で、なんかあのある年に来た人たちが翌年の分まで予約して帰ってしまって全く空きがなくなるので、今3ヶ月前からに制限してるとかですね、なんかすごい話を聞きました。麦草どうしようかな。麦草登る足あるかな今日。ちょっと自分の足の具合がよくわからないんですよね。いつから10年ぐらい前からだと思うんですけど、今のところ脳神経内科に最近通ってるんですけどね、まだ2回しか行ってないけど、原因が全くわかりません。この私が階段下りが左足が変なところに下ろそうとしてしまう理由は、もうここ10年ぐらいですね。急に悪化したってわけじゃないんで、様子見るしかないかなっていうふうに、脳神経内科の先生から言われてるんですけどね。寝巻き、そうですね。一応寝巻き、で、一応ネットで調べたり、一応ある程度調べてはいるんですけどね。しまった。今ちょっと一瞬断線したっぽい。あ、また来た。ケーブル。いや、見えないってわけじゃないんですよ。体の感覚がうまくそのイメージしたところに足を下ろせない感じ。おお。あ、空っぽになってる。さっきのか。もう全部下ろしてきたのか。うん。歪みが、カウトマトは。あとこの辺りですね、結構この村は東西に長いんですよ。少なくとも6、7キロ、8キロぐらいかな、あるんですけどね。上の方はかなり標高高くて、そっちの方だともう作物が取れないんで、前は炭焼きだけしかできなかったっていう話でしたね。でも最近は機械が入って、狭い地形でも田んぼができるようになったとか言ってましたよ。昨日宿のご主人から聞いて。涼しいうちが労働時間。ああ、どうだろう。そのあたりどうなんですかね。朝のうちに作業済ませるとかあるのかな。あ、謎の症状は私のその階段下りですね。お、ガダ。白地に黒と黄色のやつか。朝ごはん出ます。あのご主人がですね、ものすごく詳細な話をしてくれるんですよ。おかげでこの村の中に最近できたグリーンドームっていう、最近ではないかな、グリーンドームの詳細がだいぶ把握してしまいました。緑が映える、緑が映えるステンドグラスのグリーンを使ってあって、入って左側のところに受付があって、パイプ椅子があって、で、なんだっけ、あとカラオケの部屋があって、あと競技場が4面使えるんだけども、それでもまだ余裕があって、あと焼肉の施設が、昔は個別のバラバラの小屋がいっぱいある感じだったのが、最近作り直して、で大きな建物の中に焼肉屋さんと、あと喫茶店が入るようになったとか。長者の森、あ、長者の森じゃなくて、あ、そうか、グリーンドームじゃなくて長者の森の話か。焼肉の方はちょっと記憶が混乱してた。Z さんは今どうしてるかな。アイキダム周辺、南アイキダム、あ、そうなんですか。南アイキダムってどこですかね。立岩のところか。自宅、そうです。これもともと宿として建てたとこじゃないそうです。ですね、86年前に、もうちょっとこれ上の方にあった元の家からこっちに新しく家作ったそうで、で、そ、
宿始めたのは何年前って言ってたかな。だからこれもともと普通に自宅として建てられた結構その大きな家なんですよ。夜ご飯食べながら、ああ流れた、人体実験場、おはようございます。チリ Z86、 うん、そう、この家は結構、まあ結構でもないのかな、100年経ってはいないんですけど、86年もののお家です。右側のカラオケは後で足されたんでしょうね、きっと。まあ、それだって何十年前かからないな。 Z さんが動きが見えないな。実は外に出ててもうどっかから盗撮されてるのかもしれないけど、あの蛍光灯がついてるあの部屋です。夜ご飯超豪華でした。あ、その写真もちょっと見せるかな。そうそう、あそこ隣、Z さんがさっきこの家の蔵と、このガソリンスタンドの敷地が入り組んでるから同じ、これもやっぱりこのうちの人なんじゃないかって言ってたけど、柴原商店って書いてあって、この宿のご主人の名字とは違うから彼は別なんじゃないかな。残り3分くらいです。あ、3分、じゃあ昨日のご飯の写真とか見せながら終わりましょうかね。Z さんは普通にまだ寝てるかもしれない。さっきいっぺんよっと起きてたんですけどね。私の方がはるかに寝てるしな多分。昨日の宿の夕食は、思いっきり反射するな、こんな感じですね。飯は7時半からです。右下がカレイの煮付けで、左側がカニクリームコロッケ、エビフライ、あとこれなんだっけな、ズッキーニのフライみたいなやつ、あとそれの左上に煮物があって、で右上のこの黄色いのがトウモロコシで、 Z さん昨日これ全部は食い切れなくて、トウモロコシとかまだ部屋の中に持ってきてるんですよ。あと刺身とぐらいかな。石川がすごい美味しかったです。あ、おはようございます。地物、まあ刺身とか明らかに地物じゃないですね。トウモロコシは多分地物かな。あ、そうそう、魚系は確かに。再開はいつですか。再開はまあ放送するとしたら7時半、8時、まあ9時ぐらいかな。ただどこまで放送できるかわかんないです今日も。じゃあまた部屋に戻りますかね。そうか、写真見せるんだったら部屋の中で見せればよかった。麦草いけるかな、ちょっと足と相談。やった、あ、おはようございます。やった、あ、お疲れ様、あと1分か。あ、おはようございます。おはようございます。ええ、散歩してきました。よいしょ。冷蔵庫、あ、そうそう、飲み物ですね。自販、近くに自販機はないんで。どうだ、今なんか影が動いた。おはようございます。あ、なんかコメント読み上げてる。おはようございます。寝てなかった。コメント全部聞こえてたから。じゃあ、とりあえず朝の配信はこれで終わりかな。じゃあ、ちょっとこの後どうするかこれから考えて決めます。ありがとうございました。じゃあ、また。朝風呂できるかな。